皆さんまた加瀬秀明の時間が巡ってきました。今日はですね、私が一人でお話をするのではなくて、東北大学の名誉教授の田中秀光先生と、それからこの前もですね、この3人でお話をしましたが、イスラエルの大変成功したビジネスマンの方で、アジアの美術のコレクターとしても大変知られてるんですね、世界的に。シャガンさんを今日お迎えをして、田中先生の一番新しい本ですが、これは日本神話とどうかユダヤ人。なんとですね、私たちの古代の先祖の中にですね、ユダヤ人の血が混じっているということですが、今日は神道とユダヤ教の間の似ているところをお話をしていきたいと思います。さて、やっぱり今日の番組というと、ロシアがウクライナに全面侵攻していることにちょっと触れなければなりませんが、私は1960年代のことですが、アメリカの大学に留学をしているときにですね、向こうの教授、この人はユダヤ系ではなかったんですが、アメリカ人の教授がですね、20世紀最大の奇跡は何か。これは第二次世界大戦が終わるまでは、世界で最も勇敢な侍だと言われた日本人が、世界で最もですね、優秀な商人、マーチャンツに変わったことで、で、世界で最もですね、優れた商人として知られたユダヤ民族が世界で最も勇敢な侍の国に変わったことだと言われたことがありましたけども、確かに今のイスラエルはもう本当にですね、全員が侍のような世界で最も軍事的に強い国ですね。で、日本は戦争に負けてからはもう平和憲法といってですね、弱ければ戦争に巻き込まれないという不思議な信仰を抱くようになって、しかし、このウクライナにロシア軍が全面侵攻したことによって、日本もこれからやっぱり侍の昔に変わらなければならないと今多くの国民が考えるようになってます。で、今日の主題は、この日本の古代史にですね、ユダヤ人がやってきて私たちがユダヤの血を受けているということですが、中国に河北地方の河南省に開封というところがあります。これは漢字で書くと開く、それから封は封筒の封ですね、ハイファンと向こうで発音しますが、マテオ・リッチというイエズス会の神父さんがですね、18世紀に中国に行った話は有名ですが、この時に開封に行ったら、なんとですね、もう見たところは全て中国人ですが、ユダヤ教の信仰をそのまま忠実に守っているグループがあって、私はエルサレムに行った時に、エルサレムの博物館に行ったら開封にあったシナゴーグ、シナゴクというのはユダヤ人の礼拝所ですね。まあ、教会みたいなもの。それの模型が、そこに展示をされていました。で、この説明を読んだら、この開封に行ったユダヤ人は、ペルシャからインドを通って中国まで来たっていうんですね。記録によると、2、3000人いたって。これはもう完全に姿、形は中国人でしたが、ユダヤ教の信仰を、いや、お祈りの仕方、それから典礼を守っていたということですが、私はその頃からそれだったら日本にもユダヤ人が来てた可能性があるなと思いましたが、しかしこんなにですね、田中先生の著書を読んで、実はこれは最初のユダヤ人が日本にどうかしたというご本ではなくて、その前のご本ですね。ここに小さく出てますが、私の郷里の千葉県の九十九里浜に芝山という町があって、ここに博物館がありますが、ここから多くのユダヤ人の形をした土蔵が出てくるんです。で、私はこの田中先生によって啓蒙されてですね、ユダヤ人が古代日本に来ていたということを確信するようになりました。先生、このご本をお書きになったこの狙いというのをちょっと簡単にお話しいただけますか。おっしゃる通り、私は芝山遺跡のね、ご存知のように、ユダヤ人埴輪っていう、これは必ずね、ここから瓶ですね、典型的なユダヤ教徒がこれやってる、そして帽子をかぶりですね、そういう像がたくさんあるなということをね、皆さんは見てるわけですから知ってるはずなんですけどね、それを、あ、これユダヤ人だなということを認定して、そうしますとね、私はまあ関東だけじゃなくて東北もそれがあったしね、今もう少し調べ始めたら関西もね、九州まであるんですね。ですから、このね、水らを瓶をつけた人がですね、これはご存知のように、レビ記にですね、すでにユダヤ人はこれをつけなくちゃいけないっていうことを書いてあるわけね。ですからもう古代からつけていた人たちが来ているんだなっていうことが分かって、それから本格的にユダヤ人がね、どうして来たのか。
そうするとですね、神明期にですね、これはモーゼの五章で、すでにですね、日本に来たと考えられるような言葉が、例えば、木と石を信じる人たちになる。自分たちがね、そういう他の神に信じるようになると。これはまあ、ある意味ではですね、モーゼに対する裏切りとかね、あるいはまあ、ある意味で神をね、冒涜する人たちという意味でもあるなと思いながらですね、やはり、神明期、それから、あと三つぐらい、いろんなところで、東の島々、やはり果ての島々という言葉が結構たくさん、いろんな旧約聖書に出てくるんですね。そうしますとね、例えばモーゼの神明期ですと、だいたいね、紀元前10世紀ぐらいから日本に来てるんだな、ということを予想される。で、ある人は帰ってるんですね。しかし、ある人は日本に定着したら、本当に日本という国がね、素晴らしいっていうことを感じて、これはある意味で、これ、私はね、神に捨てられた人たちっていうか、まあ、旧約は、まあ私はまあ、読んでるとね、本当に神がね、本当に信じる人が多いんですけれど、また裏切る人も多いんですね。で、やっぱりそこから離れる人たちっていうのは、どっちかって裏切る。まあ、あるいは見捨てられたとして感じている人たちがね、日本に来てるんだなということが分かって、そして日本に来て、あ、こんな素晴らしいところがない。で、やはり、私は君が代っていうのをね、これをヘブライ語で読んだ、これをこじつけだっていう人もいますけれども、ちょっと面白いのは、やはりここがね、日本に来たここが我々の土地だというようなことを言うわけですね。で、これはですからね、完全に神を捨てて日本にまさに、帰化する、あるいは同化する。日本人化するという、こういうことを決断した人のね、私はまあ非常にこう知恵があるなと思います。で、我々はそこの上に立ってずっとですね、暮らしてんだなということをよくわかる。それは、実を言うと、これは新鮮小事録という有名な士族のね、京都近辺の士族を全部記録した士族のですね、分類があるわけです。これでね、やはり一つは神別という神の親族。これは関東東北のアマテラスの下にいる人たち。それから神別というのはね、まさに神武天皇が大和に来られた後の貴族たち。そして、まあ、ここでですね、まあ、帰化人たちという意味でね、帰化人の三分の一がね、二十歳なんです。で、この二十歳がね、そうすると日本に来ている九分の一がね、人口として二十歳だっていうことがわかるんでね。で、この人たちが、まあ、ある意味では、一番重要なのは、まあ、先祖がですね、要するに、真の始皇帝だっていうんですね。で、真の始皇帝ならね、じゃあ真の始皇帝って何者かっていう、また調べましたらね、どうも史記を読んでたら、どうもこの人たちも、ユダヤ人系だっていうことが分かってきたんですね。大体中国っていうのは、統一できない、元来は統一できない、たくさんの氏族がいましてね、で、そこをね、こう、一気に統一したのが、まあ、真の始皇帝で。これは、結局、摂政がユダヤ人を使っていたために、その摂政が、まあ、もちろん奥さんがね、ユダヤ人だったために、そのユダヤ人の奥さんを皇帝が、いつの間にか惚れて愛してしまって、これを自分の妃にしちゃうわけね。その時にすでに摂政の子が、孕んでたっていうことで、どうもね、真の始皇帝はその子なんですね。ですから、真の始皇帝自体がユダヤ人だなっていうことは、うん、まあ、ほぼ推測できるわけですね。はい、先生、私は中国の歴史を多少勉強しましたが、真の始皇帝というのは、紀元前2世紀ぐらいの時ですね。221年。孔子様の春秋時代というのは戦国時代の後の人ですが、真、というのは、中国ではペルシャ人という意味で使われてたようですね。ですから先ほどの中国の開封というところですね、そこにあったユダヤ人の社会は、これは当時の記録からエルサレムの博物館に説明がありましたが、もともとペルシャから発してインドを通って開封までやってきた、中国までやってきたというんですが、やはり真の始皇帝は、私はペルシャ系というとユダヤ系なのかなと思っております。ああ、そうですか。そこでシャガンさん、今日は神道とそれからユダヤ教が似ているというので、たくさんこう比べた写真をくださって、今日はパネルにしてますが、ちょっとそのあたりお話しいただけますか。まあ、とりあえず何でもの前は、先生新しい本
おめでとうございますと、重要な本だからありがとうございます。どうもありがとうございます。私はね、もう日本33年住んでて、もう子供の時から歴史とか美術とかすごい興味があって、日本に来た頃、何か関係ある思わなかった、この考えある、来たことないし、ここに住んでてだんだんいろいろな神社、お寺にいて、人と話して、言葉勉強して、美術を見て、だんだん似てるところいろいろ出ました。これはとっても不思議に思った。だんだんこれの中、やっぱり先生さっき教えた通り、ユダヤ人のここの髪の毛が、ここだけ残すわね。日本では瓶って言いますね、これ。そうそうそう。これはね、昔の土器に出てて、すごい不思議。どこにも世界中で見ないこのスタイルの美の、とりあえずユダヤ人これどうしてあります？昔神様から言われた周りに住んでる神様信じないな民族、みんな耳の上まで剃る、髭を剃る、すごい高い線まで、あなたたち私の民族、この民族たちとどこが違う、目立つところにしましょう。ここの髪の毛が長くに残しての考えがありました。例えば。これはとっても面白い。これ以外、まあ、ちょっと写真で行きましょう。とても近いところいっぱいあります。日本の神社。入るとき、目の前、メインのスペースがあって、閉めたところで神様がいる。特に形あるものでもないし、彫刻でもないし、文書でもないし、神様の場所。ユダヤ人は大変形も似てるし、中に聖書入れるんですけど、ユダヤ人のユダヤ教生まれたは、数世紀ユダヤ人の長い歴史にとって2000年前。2000年前、ローマ時代で、ローマ人の軍隊、ユダヤ人のお寺、壊した。あそこまで中にあったユダヤ人のお寺一つしかなかった。ユダヤ教会こっちそっちなかった。これであそこであったことは樹海、神様の魂、神様本人。これで日本でとても似てるに思います。もし私たち仏教のお寺、クリスト教、ヒンズ教、ジャイナ教、どんな宗教でももちろん向こうのお寺入るところ、目の前のセンター、一番木の使う、一番目立つけど、あそこはこの神様の彫刻が出てる、形あるものが出てる。日本の信徒とユダヤ人だけ、そうじゃなくて、神様の場所のセンター。これはとても面白い。確かにユダヤ教の、シナゴーが神様の形がないですね。そうです。神道と同じですね。そうです。これについて先生。やはりね、これ不思議な偶像崇拝禁止っていうのがね、まずありましてね。やはりそこに岩倉といって、魂が降りる、神様降りてくるっていうだけを感じてるわけ。ただね、やはり日本はもともとは神道は岩と、今言ったようなね、神明記に出てくる木と岩を、あるいは山をね、あるいは川をそのまま拝むわけです。特に太陽をね。で、そういう自然神でしたからね、それをちゃんとこの神明記を書く人が覚えて知っていてですね、それを語ったに違う。それが神道なの、日本のね。ですから、それをね、大臣たちが来てですね、自分たちの幕屋と同じような神社を作るんですね。つまり鳥居も入り口としてはですね、おそらく、門という意味があるって言うんですよね、エブライ語で。ですから、ちょうど門と幕屋のね、姿が、ちょうど神社のね、コンプリートな神社の姿なんですね。で、そうやって、単なる、その後ろの山を拝んでた我々が、その前に神社を作ることによって、ちゃんと人々が記憶するようになる。だから山だけですとね、いつの間にか山がね、忘れられることもあるわけですね。何も書いてないから、あるいは何もそこに祭祀王がいないからね。だから彼らが形式をね、どんどん作っていくんだなと思いましたね。それがね、圧倒的にその八幡神宮、それから稲荷神社ね、八幡がある中の六七幡はね、そういう私たちが作ってるんですね。
ですからね、これによって日本人は初めて神道というものがある種の形式としてあるんだなということが分かってくる。面白いですよね、うん、つまり日本人はその直接に自然を拝むんだけど、ユダヤ人たちが来るとそこに一つの神殿を作ってしまって、それを通してね、こう信じるという形を作っていく、うん、そうすると日本人はそれでね、人々がああそういうものだっていうことでずっと続けるようになるんだと思いますね、うん、あとね、もう一つ大変面白いことは、うん、日本の一番古いな神社みんなじゃないですけど、うん、大体は作った山、お隣の山、名前は森屋。うん、森屋。うん、ヨダヤ寺のお寺も、うん、山の名前は森屋。うん、森山、うん。だから、あとね、神社の建築、形、飾り方だけじゃなくて、うん、門から、鳥から、うん、庭に、私たち神社に入るところで、うん、何でもの前、手を洗う。うん、ヨダヤの今の時代でもヨダヤ教会、うん、入る前手を洗うは重要、綺麗ピュアで中に入る。なるほど。あともう一つとても似てるなこと、日本の神社があってヨダヤのお寺も二つのメインの柱があった。名前はヨアキムとボアズ、英語でキリスト教でジョアキムとボアズ。この二つもとっても関係がある。なんか神様の力がある。入るで右端で入って、これでお守りになる。いい楽になる。一年で一回向こうは儀式をやって、強いな男、石と喧嘩してるみたい。これ神様と喧嘩してるみたい。日本のもともとの相撲、まだ一年で一回この儀式九州でやってる。うん、一人の相撲の方、空気と喧嘩してる。柱と喧嘩してる。これ、神様と。これもとても近い、ね、面白いですね。ヤコブと天使。そう、うん。そうですね。相撲なんか、相撲の発見より残ったっていうのもね。そうそうそう。もうハイブライゴトっていうんだから驚きですね。うん。あともう一つとても近いことは、うん、私たち神社に入るとき、周りに獅子がいる。エルサレムの元々の古代のシンボル、二つのライオン。今の時代でも、エルサレムの街のシンボルは二人のライオン。これは、力とか場所を守るとかのことです。これもヨダヤ人のお寺と神社ととてもなんか関係あるに感じます。うん、確かにそうですね。うん、だからわからないし、犬かなと思ったりする。しかし姿はね、完全に獅子ですね。と、うん、アジアは獅子、ライオンはなくて、ね、影響はどこから、うん、と、加瀬先生、さっき話の始めで言ったこと、日本にペルシアから業者たち来て、ガラス持ってきて、銀の素晴らしいものを持ってきて、これヨダヤ人だったの可能性が高い。うん、ヨダヤ人はお寺壊した後、一番初め行ってたところは、今の時代のイラクとペルシア。そこからだんだん流れで、アフガニスタン、パキスタン、ヒンド、中国、日本までに来ました。だから、あの、ソロモン王の時は、エルサレムの神殿だけは唯一のお寺だったんですね。そうです。で、その神殿が破壊されると、そのいろんなところにシナゴーができるわけですね。うん、そうです。なんか、もう、今まで一箇所があったヨダヤ人12個の民族こっちそっち住んでて、みんな1年で1回集まってエルサレムにお坊さん聖書の巻物を開けて、みんなの前初めから最後までを読んだとみんな覚えた、うん、昔の人間大体の人文字書く読めるはできなかった。代わりに聞く話はよく覚えた。昔は知識はお父さんから息子に口で知識を教えた。日本もそうですね。日本もあの文字をあの中国から漢字が渡ってきて、うん、それをまあ仮名に変えるんですが、うん、その前までは口から口、
口から耳へですか、うん、それで覚えるようにこうちょっと歌をリズムをつけて歌いながら覚えるわけですよね、うん、そうですね、そうですよ。だから和歌の始めがスサノオなんですね、うん、私はスサノオね、この神話に一番重要な、まあ、三騎士って言いましてね、高間原から三騎士が生まれるわけですけど、その一人がスサノオなんですね、うん、月読みの御事とアマテラスと、うん、でそのスサノオがね、どうもユダヤ人系なんですね。で、かなり乱暴なことをするわけです。で、その人がね、やっぱり神となって、だから出雲地方に、ご存知のように、ヤマタノオロチを殺す立派な神様なんですけれども、それでね、結局、最後に最初の和歌を作るんです。その和歌のリズムもね、それから語っている内容も、家にね、必ず塀を作るんですね。で、この塀を作るっていうのは、日本はね、塀なんてあんまり作らないんですね。うん、何も防ぐ必要ないから。だけれどもね、その、いくつもの、こう、幾重にも、その、塀を作るっていうことで、自分たちの新しい、まあ、奥さんとの生活が、ね、保障されるって書くわけで、これ不思議だなと思うんですよね。日本はね、大体、都市の周りに塀がないんですよ。それから、やはり家の塀を作るなんてあんまりしないのね。だからやはり最初はスサノオはね、結局そういう平和な生活するためにはやっぱりそういう作らなきゃいけないと思って、そう言ったんだなっていうことが分かって、うん、そういうこのスサノオのね、やっぱりこれ大事かなということね、まあほとんどそういうふうに思ってきて、そうするとね、神話の中に大臣が入ってなると、やはり最初の、つまり、例えばこれを作った人がね、やはり大臣系なんですよ。ですから、やはりそれをね、ちゃんと入れてしまうんでね。で、いくつも、例えば、ヤマトタケルとか、それから、サルタヒコとかね、それから、雨のお爪とかね、ちょっと日本人じゃ考えられないような踊りとか、行為とかね、民想、強さをね、持ってるんですね。例えば、ヤマトタケルなんていうのは、武士としては非常に卑怯なことをやるわけです。例えば、女装してね、熊村とか行って、ブサッと刺すとかね、うん、出雲の神に対しては木の刀を持たせてね、うん、いつの間にか鉄の刀と変えてね、そうやって卑怯に勝つわけです。ですから、そういう卑怯な、まあ卑怯なことが言い出しっていうことはちょっと失礼な言い方ですけど、ちょっと日本人の武士道とは考えられないようなことをね、だからそういう人たちを、こう神話の中に入れてですね、そして日本人とのうまいこう調和をね、神話の中で語ってるなっていう感じがするんですね、うん、私はユダヤ人と日本人の大きな特徴は、うん、ユダヤ人本当に古いですね、うん、大昔のことを、太古の時代のことを、うん、今でもまるで日常のように守ってるんですね、うんうん、で日本も同じなんです。それで神話という言葉は、これ明治以降に、西洋からミソロジーという言葉が入って、作った言葉で、日本語になかったんです。古事記は、古こと文と読むんですね。古いこと。ですから、よくこの10年前の、東北の大震災で、原発、原子力発電所ですね。原発の安全神話が崩壊したと言ったように、神話っていうのは嘘。嘘っていうような意味で使われてますが、うん、私たちにとって神話の時代は古ことなんです、うん、ですから古いことはこれは崩壊しないんです。もともとのあったこと、うん、そうです。なんかね、法も私にとって面白い、まあ気温はあといろいろな例え似てるなところをこれから話しましょうですけど、私、本当にユダヤ人、日本に来ましたに思います。諸国がいっぱいあるからけど、もともと日本に人間がいた。綺麗に一緒に混ざった。日本でもともと昔の話信じたこともありました。どういうふうにで、綺麗にユダヤ教と日本のもともとの話、どういうふうにフレンドリーな感じで、喧嘩じゃなくてに合わせて、これで今の信徒になりました。これはすごい興味がありますね。うん、そうですね。本当に普通は文化と文化がぶつかる。そう。どっちも自分が正しいに思ってる。うん、相手はダメ。相手の神様が本物じゃないとか、弱いとか、うん、自分の本物けど、
もともと日本にあったものとユダヤ人の信じることぶつけたの証拠がない、すごい、そう、綺麗に合わせたみたい、ええ、そう、これはすごい興味があります。 そうですね、それこそね、私が一番驚いたことなんですね。あれほどヤーベの神をね信じて、それを疑ったやつは裏切り者だっていうことは あれだけ書いてるのにもね、日本に来たらそれをねすっかり忘れるんですよ。あるいは忘れたか、あるいは神に捨てられたって思ってるのかね、よくわかりませんけれどね。それだけね、日本の森、自然、もう水、すべてにね、こう、なんかやっぱり同化して、こここそが、その神が与えた土地だって思っただろうと思うんですよね。その辺がね、本当はね、日中同祖論者っていうのはね、実を言うと日本がみんなユダヤ教と同じ宗教を本来持ってると思って言うわけですよ。ところが私は言うのはね、それは残念ながら捨ててしまったと。だから彼らがね、帰れなくなったのは何かと裏切り者になったんですよ。だけど裏切り者でなってもね、実を言うとユダヤ人たちは全部ディアスポラですから、どっかにみんな同化してるんですね。で、完全にそこに日本以外はね、ほとんどそれを持ってるんです。先生がおっしゃったようにね、ちゃんとシナゴーグがやってね。で、そういうとこで、常にこう、その開封でもね、守ってるんです。日本はね、全部それを神道と同じような形にして、それを語らないっていう。ですから、自分たちは同じものだと思ってるんじゃないかっていうことさえ感じるんですね。どうなんでしょう。ユダヤ教の一神教と、キリスト教の一神教は違うんですね、うん。ユダヤ教の一神教は、ユダヤの神様は、ユダヤ人にとっては唯一の神であるけども、他に神々がたくさんいることは認めてるわけですね。うん、キリスト教の場合は、キリスト教の神様が全人類の唯一の神なんですね。うん、ですから、初めからユダヤ教は多神教の伝統があると思うんです。だから、非常に融通が効くね、人々は。だから、やはりね、旧約読んでても、昔はやっぱり太陽神を拝んでたりする人がいるしね、はい、いろんな多神教的な人がちゃんと書かれてるんですね。ですからおそらくそういう措置があって、私はまたね、現代の子はマルクスが全く無神論ですよね。だけどあの人もレビの、家族、家系なんですね。ラビのね、はい。ですからあれ見てると、非常にユダヤ人は頭がいいと。やっぱりそこに、同化するなら同化してしまうと。で、それを自分たちで楽しむ、活用するっていうね。で、それ以後ね、芸能が日本では非常に流行るんです。例えば、私が持ってきたお面でね、聖徳太子が踊ることをね、命じたり、要するにね、芸術を生む素地をね、作っていくという。まあ、こういうこともね、うん、やっぱり私、つまりユダヤ人のある種の才能なんだなと思いますけどね。一番目立つは、日本の梅越し。みこしとユダヤ人のアークでいいよ。もともと金の形、上に天を守ってる棒二つがあって、とお坊さんたち白い洋服で乗せた。乗せたはいつ？儀式の時お寺で、と戦争に行く時も、これは神様軍隊の前、軍隊の力を乗せて、これ難しい言葉で言うと、聖筆って言いますが、まあ、うん、聖なる箱ですね。そうです。それで、おみこしと同じように担いで、お祭りの時、街の中歩くわけですよね。うんうん、そうです。日本のことを、日本はアジアにある国、周りの国から自然にいろいろな影響がある。ですけど、これは日本の周り、韓国にも、中国にも、台湾にも、みこしないです。似たようなもの何もない。ね、これは世界でユダヤ人のアークと以外似てるなものはない。だからこれはとても目立つなもののもう一つ。あとはユダヤ人は神様と直接で神様の入り口を開けたいとき、ショファー、角で、ホラガイ。音を出して、ホラガイ。そう、特別の日だけ、日本はもともと日本の鹿に角がない、作らなかった。作れるものがなかったから、日本のお坊さん代わりに貝殻を使った。お坊さんというのは神主さんですね。そうです。はい、あとは、ユダヤ人、毎朝、男を起きた時、手にも頭にも箱みたい。中は聖書の部分が書いてあるものがあって、祈りしてる。また、
形もつける場所も日本と大変似てる。山伏ですね。そうです。山伏おでこにつけるもの大変似てます。これも朝鮮半島や中国にないですね。似たようなもの。不思議ですね。何もない。ないですね。何もない。そう。また、ユダヤ人の聖書は巻物の形になる二つの木がある。日本は一つの木は厚いと最後は薄いがあって、真綿で締めちゃう。ユダヤ人は同じ厚さで、中は重要な聖書の文書があります。日本の巻物に大変似てる。これと一緒ぐらいの重要似たようなところに思います。日本語で重要な巻物はトラの巻。エブライ語、聖書はトラ。トラはヘブライ語で聖書。日本だけ、またアジアと違う。日本人、重要な巻物、綺麗に布で巻いて、木彫りの箱を作って、今の時代、古美術を扱っているもの、重要に守るもの。私は先生ね、子供の頃から、虎の巻という言葉を知ってましたけども、はじめはタイガーの虎だと思ったんです。ところが、タイガーの虎とは関係ないんですね、虎の巻は。ですから、ユダヤ人にとって一番大切な聖書のことを虎って言うんですね。ですから、やっぱりそれはそうなのかなと最近思うようになりましたね。僕らはそういう頃はね、教科書の虎の巻ってやってね、解説書なんですよ。でもあれは、今年虎年ですが、虎とは関係ないみたいですね。関係ない。なんかね、アジアで隣のまた台湾、韓国、中国、宝の巻物を掛け軸でも箱に守らない。周りにいい布を巻かない。これは日本だけ。重要なもの、特に文書のものに布で巻いて、周りに木彫りの箱、宝物にして。これはまたすごい似てるなところに思います。もちろん、虎の名前も、二つの木に、紙もとても近いものです。また、山伏に近いところ、ユダヤ人のラビと日本人の天狗に近い鼻長くて、ユダヤ人見たら、アジア人、ユダヤ人を見て、鼻はもうちょっと高いじゃないですか。これがあります。あそこからユダヤ人祈りしてるとき、この白いな布の周りにつける手までに行く、すごい長くて。名前はヘブライ語でタリット。これ多分昔の日本人見たら羽みたいのイメージになった。大きなスカーフみたいの布で、これは羽かな？これで一番近いな天狗。と、天狗はよく手に持てるものは巻物、多分トラと葉っぱ。ユダヤ人のラビも祈りの時、いい匂い、香水作れる葉っぱ手で持つが多いこと。ユダヤ教で、週末で中心に祈りしてた後、みんなユダヤ教会の周り育ついい匂いの花、もらって、うちに持っていくもの。これも多分近いところがあります。いや、私は中国、それから韓国によく通いましたけども、はい、骨董屋だとかああいうところを覗いても、それから博物館見ても、天狗がないんですね。それで、フィリピンやインドネシア、日本はずっとミクロネシア、マイクロネシアからずっとこう島の影響を随分受けて、あそこにも天狗がなくて、日本だけに天狗があるんですね。ああ、そうでしょうね。なんか、天狗は2種類がある、カラス天狗、仏教の、これ中国も見つかる。けど、この鼻長い天狗。僕が言ってるのは鼻が長い天狗です。これ日本しかない、間違いない、ね。不思議ですね。そうです。似たようなものもない。だからね、日本人にとっては鼻が高いっていうところがね、非常にこう、大臣たちの特色だと思って、ですからね、猿楽の面がね、異様にこう長いのが出てくるんですね。それからね、やっぱり仏教のね、やっぱりいわゆるお釈迦以外の人たちの中に、やはりね、こう鼻が高いものが出てくるんですね。ああいう方が仏教徒になってるんだなっていうこともね、わかるんで。
これはね、日本の中にも本当に彼らが同化してしまって、まあですから、やっぱり猿田彦とかね、大和武尊、非常に高いんです、背が高くてね。こんな人が日本にいるのかっていう人も、おそらく大臣の中にいたんだろうと思うんですね。そういう人たちが尊敬されてもいるわけで。ですから決してね、日本は排外したこともないんですね。だから、スサノオにしても、あれにしても、全部は、やっぱりみんながこう、輪となってね、一緒にしてるつもりは決して排外さえしないという、そこもね、大臣たちが、やはり日本に同化したか、それから土地をね、必ずあげるんですよね。天皇はもう土地をいくらでもあげるんですよ、私たちに。これもね、やはり彼らがね、ここにいて、生活できるっていう保障と、それからどんどんそれで儲けていくという、だからお酒っていうのもおそらく日本でね、作ったんじゃない。大体日本人っていうのはね、50% は飲めない体質なんですね。ところがね、お酒はやっぱり作ったのは彼らじゃないかと思うんですね。エルサレムの周りもともとワイン作りの文化がありました。あと、ちょっと先の話に帰りたい。ヨダヤ教聖書に神様からもらった知識もらった方たちもいたと先に言いました。これから何年、何千年後でこういうことがある、ああいうことがある。これの間、イエヘスケルがいる。イエヘスケルはこれからお寺はなくなるも言いました。ユダヤ人世界のバラバラになる。中心はこの川の次になる。この川はアフガニスタンにあるから遠くに行く。これは日本含めて。ある時、ユダヤ人だんだんイスラエルに帰ると、いろいろな民族から何人か得たら、神様またユダヤ人にも世界にももっといい時代持っていく。日本人もちろんこれからユダヤ人になるつもり特にないけど、ルーツとして話はとても面白い。まあルーツとおっしゃるけどね、日本は縄文時代がね、はい、長いんですよ、1万年、だからその間にはユダヤ人がいないんですね。でも少しずつ入ってきてはいるわけですね。でやっぱり日本に同化していく。日本はね、自然神としての太陽ね、それから全ての水とかね、まああらゆる木もそうですけれども、神々が全てが柱と呼んでるわけね。だから全てがね、植物と同じような、あるいは生き物だっていうね、そういうことからずっと来てますからね。でそこに縦穴住居っていうのがずっと続いて作られると、家族がね、家族単位で考える思考が出てくるんですね。そしてそれが国家にもなると。で、やはりね、そういう考え方がね、ずっと長く縄文時代に作られたところに彼らが来てるんですよ。彼らはね、全く自分たちは移動する、散っていく人物、ここには定着してると。で、そこで家族と共に生きているということでね、日本の天皇もその家族がたくさんある中で一番古い家族が天皇なんですね。で、武方の、やはり、これがね、やはり、最初の三神の真ん中の神様。これは、みなかの主の神とね、高み結びの神っていうの。それから神結びの神。この高み結びの神が、ずっと後からも出てくるんです。で、これが天皇の系列だ。そこにね、ユダヤ人が入ってきて、このやり方がね、非常に気に入るんですよね。ですから、そこにね、で、彼らは守る方向に行くわけです。天皇をね。高み結びの神の神をずっとね、守る。ですからね、例えば長常彦っていう人がいてね、これは神武天皇が大和に入ると唯一抵抗する人たちがいる。長常彦っていうのは、ね、ここ長い人たち。大きい人たち。で、これがね、大国石の系の、ね、出雲系にいるんですよね。ですから出雲系がね、ある意味では本当に私たち、ユダヤ人たちが入ってきて、かなり強い勢力を持って国をまとめるわけ。それを高間派系が国を譲りなさいって言ってくると、意外に譲ってしまうね。しかし三代目の武南方の神が諏訪に逃げるんです。諏訪に逃げて、ところが諏訪にずっと言うとね、すでにユダヤ人がいるんですね。ですからあそこにですね、アブラハムとイサクの物語がちゃんと残ってます。
で、そこにもう、だから、一回、二回、何度も来てるんですね。で、前にいたところに彼らが入っていくというような形でね。うん、私はね、そういう意味でね、日本人は本当にそういう彼らを受け入れてる。で、彼らを決して排外しないし、同化していくね、こう、基盤を作ってるなと思いますね。うん。まあ、日本の一番初めの天皇というと、神武天皇ですけども、うん、天皇になった時の即位式ですね。この時の、御事の理直後ですが、人種平等ということを言ってるんですね。うん、この天の下の、人々は全てワンファミリーであると、うん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 。差別してはいけないということをおっしゃってるんですね。うんうん、ですから、日本には本当に人種差別がなかった珍しい国ですね。今でもないですもんね。これ大変珍しいんですね。うん、私は、もう一つは1000年以上前ですね。世界の中で一番字が読めた国。文盲が少なかったのはユダヤ人と日本人なんですね。これについてもう一つのすごい近いことがあります、ええ、日本語もともと古い文章右から左に書きました。ヘブライ語も右から左に そ,、ね、そから漢字はだんだん上下右左左、ね、右なんでもありになりましたけど、昔は右から左はよく多かった。あの戦争前まではそうですよ。そうです。これもユダヤ人と一緒。ヘブライ語は右から左に書く、読める。だからこれほど全、ほとんどの国民が文字が読めたのはユダヤ人と日本人なんですね。そうです。大昔から。そうです。で、今でも、これは第二次世界大戦後のことですが、ノーベル賞の、あの科学サイエンスですね。あとメディスンだとか、科学の分野で一番賞を取ってるのはユダヤ人と、それから日本人なんですね、数を出すと。これはね、さっきちょっと話した脳みそについて。脳みそもユダヤ人と日本人、一番頭がいい。あと、同じ時代ぐらい、戦争でユダヤ人にホロコーストがあった。ゼロから国建てた素晴らしいな国。日本は戦争で大変になったけど、あそこからすごい経済とか国を建てた。この力、また建てて、また作って、これは、やる気も、脳みそも、いろいろポジティブな考えが必要。これはすごい DNA の似てるところどこかあるように感じます。そうですね。ですからそれも証明されていてね、D2 っていうのがね、E と非常によく、よく似てるって言います。大体、その国、戦争の後、何十年でも何十年でもそのまま。なんか。だってあの、中国人も韓国人も大変才能のある人たちだけども、ノーベル科学賞を取ったことないんですね。そう。人間は何持ってるんじゃなくて、使い方の方が重要だから。そう。それからね、芸術がね、日本では非常に才能があるんですよ。ですから、ご存知のように脳がね、結局、畑川勝が作ったって言ってね、世阿弥観阿弥が言うわけですね。あれもね、結局、その人生を楽しく生きるっていうね、そういうことをね、教えたんですよ。私たちが。だからね、お酒を飲み始めたのは一つのあれですけどね。それから畑の畑っていうのも畑なんですよね。労働を集約的にやるということね。それからね、蘇我氏がね、これもちょっと今調べてです。我よみがえりっていう、どうもキリスト教、ネストリウス派らしいんですけれども、それが一時ね、日本の政権を取るわけです。そうするとね、テロとかなんか起こすんで、政権に、崇神天皇、天皇を殺したりする唯一のね、事件は、その蘇我氏がやったんですね。ですから、そういうこともね、持ってきてはいるんですよ。だから、ある意味では、ユダヤ人の悪いところも持ってきてる。しかし、それを克服してね、やはり、まあ、蘇我氏を根絶やしにしちゃうんですね。その後、それがなくなるんですけど、でも、やはりね、今度は畑氏っていうのが、より頭が良くて、日本の中にもっと同化していこうとする。で、それでね、文化を作るっていうことに非常に貢献したと思いますね。ですから彼らはね、だから、ユダヤ人たちは自分たちの自国でできなかったことをここでやろうというね、そういう意識が僕はあったと思うんですね。ですから、ね。先生、私、先生にお伺いしたかったことがあるんですが、先生はフランス、イタリアの美術史のご専門ですね、もともと。で、日本の古代史に関心を持たれるのは、私も古代史に関心を持ちましたから、先生にお伺いしたいことが、どうしてこの、ユダヤ人の
影響をユダヤ人のどうかということに関心を抱かれるようになったんですか。つまりね、まあ私はもちろんユダヤ人ハニワを見てから確信を持ってるのはね、しかしね、やはりね、私はね、松尾って言いましてね、松尾氏っていうのは大体私なんですよ、ユダヤ人なんですよ、もともとが。どうもね、それの波動があって、やはりあの文化をあるいは芸術というものを作るっていうねこと自体が人間の一つの優れた行為だ。で、縄文時代に、ね、土器を作るんですよ。で、土器っていうのはものすごい芸術的なんです。今あんまり多く発表されてませんけどね。そっからね、日本がもともとそういう土を、つまり土器を作る才能と同時に、その非常に装飾的なものまで、ね、作ってしまう。ですからね、実を言うとルネッサンスも実を言うと明治地形なんていうのは大事なんですよね。だからお金をたくさん出してイタリア人に作らせるっていうね。ですからね、日本でも同じことをやってんじゃないかなと思いましたね。で、その埴輪を見たら、ああ、そこにね、首長は日本人なんですよ。死んだ領主が、そこの周りのね、摂政たちがユダヤ人なんですね。ですから彼らはね、助けてるんだな、と思いましたね。天皇をずっと助けてるのも彼らだし。だから、まあこれはもう言ってはいけないんですけど、でも、こういうね、どこに行っても摂政が彼らがやってる。で、お金を稼いだりね、いろんなことをこう、天皇のためにやるという、そういう人たちだな、ということが、わかるんですね。そういうことが、芸術もそうだし、あらゆることがね、文化と戦争をやると必ず私がいるっていう感じがしますね。シャガンさん、私がユダヤ人に関心を持ったのは、うん、私はあの、戦争に負けた時に、小学校の3年生でしたけども、うん、子供の頃に遊んだのが、ユダヤ人の子供たちが多かったんです。というのは、戦争前にですね、ヒトラー、ナチスが、うん、ユダヤ人を迫害して、日本に逃げてきた人が多かった。日本が保護した人たちが。うんうん、というのは、有名な話がアンネ・フランクの話ありますね。うん、あの、アンネ・フランクは、もともとは、お父さん、オットっていう名前ですが、うん、ドイツのフランクフルトに住んでた。ところが、あの、ナチスの迫害がひどくなるもんで、オランダに逃げるわけですね。うん、それで、あの、ドイツにいた時も、オランダに行った時も、アメリカ大使館、それから、オランダ、アメリカの公使館にビザをくださいって言って通うけども、うん、当時はアメリカルーズベルト政権で反ユダヤですから、うん、ユダヤ人の入国は一切認めない、うん。イギリスまでそうですね。で、日本だけがユダヤ人の入国を認めたわけです。うん、で、そこで、ユダヤ人、ね、私は東京の四ツ谷に住んでましたが、うん、周りに逃げてきたユダヤ人音楽家ですとか、ね、が多くて、で、子供として遊んで、私の父親は外務省にいましたもんで、うん、戦争が始まった時の外務大臣は、東郷さんって言いますが、この人は朝鮮人です。パクムトクっていう人です、うん。この人の奥さんがドイツで結婚したユダヤ人だったんです。うん、日本の外務省、それが陸軍、海軍の軍人で、ヨーロッパやアメリカに、あの、独身の頃に行った人多いんですね。うん、大使館だとか、そういうところに勤務をして。うん、それで、住むところを探すと、下宿ですけどね。普通の白人は人種差別だから、止めてくれないんです、うん。で、東郷外務大臣の場合を取ると、ベルリンの日本大使館で一等書記官をしていた時に、あの、ベルリンのユダヤ人の家に泊まったんです、うん。で、その娘さんを奥さんにしたわけですね。ヨナイさんっていうのは海軍大将で、海軍大臣になった人がいますけどね、有名な人で。この人もドイツにいた時に、やっぱりユダヤ人の家に泊まって、ほとんどの人がユダヤ人の家に下宿した。うんうん、それと、昔からその人種差別をしなかった伝統があったもんで、ユダヤ人に対して好意を抱くんですね。うん、日本はよく戦争で東ヨーロッパから中国からユダヤ人助かった。これですごいもちろんありがたいの気持ちもある。もう一つはとても良かったは戦争の後、と、この日本に来たユダヤ人は日本のビジネスとか世界中のつながりの始めだった。橋、ブリッジやってた。一番助けてくれたのユダヤ人ですね。今でも静かで住んでる神戸で多くて、この時代から日本に戦争から来たユダヤ人の家族たち、大きつながり世界中と日本の間、まだやってるんです。これはとても嬉しい、この綺麗な必要な時の交換あげるもらう、フレンドリーで。これはとってもありがたいなことに思います。田中先生、あの、ね、考えてみると、日本人は
人種差別をしないのも、これもユダヤの案外血が流れてるから。そうかもしれませんね。ね、そうですね。いい意味では、そういういい意味をね、のものを受け取ってる。悪いのものはあんまり取らない。ちょっとね、やっぱり大臣はディアスポラでね、各地ではやはりいろんな戦争もしてるしね、おそらくテロリズムやってるでしょう。しかし日本ではそれやらなくていいというね、そういう彼らのこう、生き方を日本もまたそれで身につけるというね。ですからそういう、それだけね、私は日本が気に入ったんだと思うし、おっしゃるようにね、日本人が海外行くと助けてくれるのは必ず大臣ですよね。そうですね。うん、私もね、実を言うと、私はまあ、三国語留学してるんです。全部先生がいたらしいんです。ですからね、やっぱり友好関係は古くからあるんですよ。で、これを、どうぞどうぞ。もうだから、これからね、ぜひ、ユダヤ人が日本に来てね、まあ、要するに。イスラエルで残らなくなる。イスラエルで1000万人しかいない。まあね、シャガンさんね、今年は日本とイスラエルが外交関係を結んだ70周年なんです。うん、ですから私は日本とイスラエルがもっとですね、世界平和のために協力をするべきだと思ってますから、これからもシャガンさん力を貸してください。いろいろそう、できるぐらいやりましょう。今日はどうも皆さん、この本をめぐって、お話をしましたけども、日本神話と同化ユダヤ人、うん、もう大変勉強になる本、ちょっと難しいかもしれませんが、ぜひですね、皆さんこれで日本とユダヤの共通点を学んでいただきたいと思います。どうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。